ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町、浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。そういえばいつも通ってたあのお店、今日からリニューアルオープンするって言ってたよな。お祝いがてらちょっと寄って帰るか。彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。いらっしゃいませ。あースナちゃん、どうもマスター、こんばんは。リニューアルオープンおめでとうございます。へえ、店内の雰囲気だいぶ変わりましたね。ありがとうございます。いやね、見習い店員のタガエミちゃんのアドバイスを取り入れながらアレンジしてみたんですよ。そのタガエミちゃんが今日もいないのは残念だけどな。まだ追っかけてるんですね、タガエミちゃんのこと。でもこの浜カフェって毎回ビジネスのヒントになるいろんなお話が出てきますよね。これまでにいろんな人が来てて、元週刊少年ジャンプのカリスマ編集長だった鳥島さんとか、あとロイヤルホストでおなじみのロイヤルホールディングスの菊池会長とか、ミクシーの笠原会長とか、まあ、いろんな方がフラッとやってきて、本当すごい話をされて帰りますけど、ひょっとして今日も誰か来るんですか？はい、今日は妄想力のすすめというテーマで、お二人のお客様がご来店されるんですよね。そろそろそういえばお越しになるはずなんだけどな。あ、スナちゃん、お見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、本日のお客様は、お二人いらっしゃいまして、お一人が、ショートショート作家の田丸正智さんと、そして歌人の笹君人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、まあ、新フォーマットというか新しい形式になって初めてのリニューアルオープン、ね、リニューアルオープンした浜カフェなわけですけど、いきなりお二人の方に来ていただくと、はい、じゃあ砂山さん、改めてお二人の紹介をお願いできますか？はい、お二人のプロフィールご紹介します。はい、田丸正智さん、東京大学大学院工学系研究科修了後、はいはい、2011年に作家デビューされました。はい、翌年に樹立社ショートショートコンテストで海酒、海の酒と書いて海酒が最優秀賞を受賞。うん、芥川賞作家でお笑い芸人のピース又吉さんの主演で短編映画化し、カンヌ国際映画祭でも上映されました。現在執筆活動のほか、ぼっちゃん文学賞、これまあ地元でいらっしゃいますよね、はい、ぼっちゃん文学賞の審査委員長、そしてショートショートの書き方講座などを開くなど幅広く活動されています。はい、というわけで田丸さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田丸さん、まあ、よく聞かれてるんですけど、つまり東大出られて、はい、その後今はショートショートの作家をされてるということで、はい、まず単純になんですけど、ショートショートって私の理解は、まあ、いわゆる星新一さんですごい有名ですよね。はい、だからいわゆる短編小説よりもさらに短い小説、あれ全部、ああいうの全部ショートショートって言っていいんでしょうか？あ、ではなくてですね。あ、違うんですか？はい、まあ、あの諸説あるっていうのが本当のところではあるんですけどね。はいはい、で、まあ、僕がよく言っているのは、まあ、簡単にまず言うと、はい、短くて不思議なお話だと思って大丈夫ですと。あ、これ厳密じゃないんですけどね、短くて不思議でぐらいでいいですよと言っていて、短くて不思議なのはショートショートだ、はい、まず言っていますね。はい、で、まあ、さらにもっと言うとっていうところで、はい、僕がよく言うのがアイデアがあって、でそのアイデアを生かした印象的な結末がある物語ですよと言っていまして、なので簡単な定義の方が、まあ、厳密ではないですよっていうふうにさっき言ったんですけ ど、まあ、でも要は不思議なお話が多いっていうぐらいのニュアンスで大丈夫です。なるほど。そのまさに樹立社ショートショートコンテストで最優秀賞を受賞
用されて、はい、まさにおそらく田丸さんの名前をこう一躍有名にしたこの海酒、はい、どんな内容で、はい、どの辺が不思議なんですか。じゃあ、はい、それで言いますと、もうあの梅酒じゃなくて海酒っていうことで、はい、その海酒って海のお酒を出す海酒バーというところがあるんですね、うん、はい、でそれ何かっていうと、あの一口口に含むとその土地の海の記憶が蘇ってくるっていう、そういう不思議なお酒でして、で主人公はその海酒バーに通い続けて、さあどうなるって、そういうお話です。なるほど。いやちょっと話聞いてるだけでちょっと読んでみたくなりましたね、うん、あとで速攻買って読もうと思いますけどあのこれねよく聞かれる質問だと思うんですけど、ご出身が東大の大学院の、しかもね、はい、今砂山さん言ってくれて、砂山ちゃん言ってくれたように工学系、はい、理系で、なんでこういうショート作家になられようと思ったんですか。そうですね、もともと何かが物を作るっていうのが好き で、はい、でまあ、祖父が大工と造船だったので、まあ、それの影響があって物作りっていう観点で、まあ、理系におのずと進んでいったんですけど、はい、大学の時に、まあ、理系のものづくりをやっていく中で、化学法則がちょっと息苦しくなってきた時があったんですよね。化学法則ね、いろいろですね、 C 型の Hで、まあ、簡単に言うと何か物を投げた時にそれって重力に従って落ちてくじゃないですか、はい、でもなんか僕投げた時に飛ばしたかったんですよもう原理とかじゃなくて面白いもう自然の法則に逆らいたかったと、ね、逆らいたかった理系男子だったらショートだと。そうなんです。だから物理の世界で海酒はなかなか作れないんですよそういうことなんですよいきなりリニューアル初回からやばい人がやってきましたねすごいですね。もう一方いるんです。じゃあもう一方いらっしゃるんで、じゃあ笹公人さんのご紹介お願いします。はい、笹公人さん1992年頃ですね、当時17歳、歌を作る、まあ、作家を始められた笹さんは1999年未来短歌会に入会、うん、そして2003年には NHK の E テレで連続ドラマ化された第一歌集念力家族を刊行。だから歌集が連続ドラマ化するっていう意味がわからないですけど、ね、まずここがね、はい、うんっていう感じなんですけど、さらに歌集念力図鑑、さらには叙情の奇妙な冒険、これ叙情じゃないです、叙情の奇妙な冒険かけてるんですね、叙情の奇妙な冒険、作品集念力姫、エッセイ集花もげら和歌の誘惑などを執筆したほか、現代歌人協会理事、そして牧水短歌甲子園審査員、大正大学客員准教授なども務めていらっしゃいます。実は今日ね、笹さん来ていただいてありがたいことに、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。作品集を実はくださいましてですね、はい、読んでるんですけど、めっちゃ面白いっていうか、まあ衝撃ですよね、うん、っていう、こんなのいいのっていう、まあ、まずこう歌集のタイトルとして念力家族ってなんだっていうところからですよ。すなちゃんちなみに、はい、パラパラっと見た中で、うん、気に入ったやつってあります？今パッと僕野球部出身なんですけど、この念力学園の、はい、これ読んでも構わないですか、はい、ガス自殺図る女を救いたる野球部員のホームランボール、映画浮かびますよ ね、 浮かすね、密閉状態をね、野球のボールが破ってくれたんだな。僕のいいですか、はい、僕今見て好きだったやつ、はいはい、100年ぶり変わったねえと交わし合う前世同窓会の会場、すごい妄想でも魂、ね、あの世で同窓会やってるっていう、これはまあちょっとなかなか答え一言だと言えないと思うんですけど、なんでこういう作風に行き着かれたんですか。これはだから僕高校生の頃に寺山修司さんの短歌を読んで、はい、寺山修司、ね、寺山修司さんの短歌って大体妄想で作ってるんですよね、実体験ではなくて、うん、それで自分もすごい妄想家だったので、これなら自分の妄想なんか作品にできる、形にできると思って見よう見まねで始めたんですね。だから主に高校生の頃作った作品ですね、念力家族は。念力家族はもう高校生の時 に、ね、今もうちょっと進化してるんで、今もっと進化してる。じゃあこちら今日もう一個いただいた念力レストランの方は結構最近の、はい、最近のですね、作品なんで、はい、人食いザメの腹をさばけば現れる尾崎豊が盗んだバイクこれはね、これは古い未発表作品をたまたま出したんで、よりによってその昔のね戻っちゃった感じでしたねいやこれどうですか、そもそもそのね、多分20代の時ですよね、おそらくこういう作品どんどん出されてた時っていうのはどういう反響だったんですか、周りは。うーん、あ、こんなんでいいのかみたいな。短歌ってね、悲しいものとかね、叙情的なものを載せるイメージ、ね、ありますね。笑えるものっていうのはもう
悪みたいなね、ふざけてるみたいな感じで、まあ、反発もあったんですけど、はい、僕はでも未来っていう結社にいましたし、で師匠、まあ、この間亡くなった岡井隆先生、はい、まあ、すごい偉い人が、はい、そこの弟子だったんで、なんかしょうがねえかっていう感じもあって、あ、やっぱそういうもんなんですね、はい、多分今はだいぶ変わってきましたけどね、昔だったらね、コテンパンにね、保守的なおじいさんおばあさんからコテンパンにやられるのが今普通に褒められたり、はい、うん、NHK の全国大会とかでも僕みたいな歌が普通に賞とか取ってて、はい、俺のあんだけやられてたの何だったのみたいな感じにはなってますね。どうですか、今日実はこのお二人、あの田丸さんと笹さんね、これだけのお二人なんですけど、実は今日初対面なんですよね、はい、そうなんですよ、いかがですか、お互いの印象は。めちゃめちゃ今共感をあのまず歌集を僕もいただいた拝読もパラパラしただけですけど、はい、めちゃくちゃ面白いなっていうところと、はい、やっぱり今最初伺って妄想っていうところをおっしゃってて、やっぱりショートショートもそういう側面が、まあ、海酒だってそうですから、はいはい、なんかすごいシンパシーを覚えるのと、先ほどおっしゃったなんでしょう、今やりやすくなったとか、ちょっと前だったら全然空気が違ったっていうところもすごく近いんですけど、うん、まあ、ショートショートっていうジャンル、まあ、こうジャンル自体が、はい、まあ、ずっと下火になってたんですよね、まあ、でも今でいうと、そのショートショートと銘打ったお話が本としてもいっぱい出ていたりとか、うん、児童書ではもうすごくベストセラーになっていたり、うん、あれっていう全然環境が、うん、変わったっていう、なのですごく共感を覚えました、ね、笹さんいかがですか。いや、田丸さんのねショートショート拝読してすごい面白くて、ショートショートってアイデア勝負で結構文体とか叙情的な面削ってるものも多いんですけど、うん、田丸さんのはすごいなんか叙情的で、すごい風景描写とかも細かくていいなと思います。やっぱりでもお二人でもそういう意味では、その、まあ、いわゆるショートショートという分野とか短歌っていう、まあ、比較的それなりに歴史のある分野を今新しく盛り上げてるわけですけど、やっぱりそういう時はそういうなんかちょっと今までにない新しい要素っていうか、やっぱりそういうものが今こう 若い方とかいろんな方の関心を引きつけるっていう、やっぱそういうことなんでしょうかね。そうだと思いますね。僕の頃はだから短歌で笑えるものはほとんどなかったですしね、はい、お笑いとか短歌で笑えるって発想ないですよねまあだからオカルトとか SF とかそういう今まであんまなかったものを詰め込んでですね、うんうん、どんどんやってった感じはありますね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。じゃあここからはそんな本当に今日本の文学界をリードされてるんだけれども、ものすごくアナーキーなお二人に今日のテーマとして発想というテーマについてお話を伺うと思うんですね。日本のビジネス今一番何が課題になっているかというと、まあこの番組のタイトルでもあるんですけど、やっぱりイノベーション、新しいことを生み出すということなんですよね。でも新しいことを生み出すっていう時は当然新しいことを思い描くことが必要で、ということはイコールそれってある意味妄想だと思うんですね。で先ほども田丸さんもそれからね2人の共通点やっぱり妄想なんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、お二人はですね そもそも妄想っていうものをどう捉えられてますか。妄想あるいは発想、ご自身はどういうふうにしてそれをまあ思いつかれてるかっていうことですね、うん、そうですね。あ、じゃあ僕からで、はい、じゃあ田丸さんからお願いします、はい、そうですね、僕はよく空想という言葉を使うんですけど、空想ね、まあ、ただ言ってることは一緒ですね、まあ、妄想空想ということで、はい、で僕は空想で世界を彩りたいっていうところが最終目標であるぐらいで、空想で世界を彩りたいっていう、はい、そこが最終ゴールという目標なんですよね。で、まあ、どういうことかと言いますとですね、はいはい、例えば何かじゃあ今目の前にありますお茶、まあ、ペットボトルがあるじゃないですか、はい、もしこれが別のものだったらどうだろう。例えばこれラベルがありますけど、はい、これラベルを剥がしたらなんか次のラベルが出てきたらどうだろうとか、あ、なるほど、とか、まあ、中濁ってますけど、まあ、これ単純ですけど中がお茶じゃない何か別のものだったらどうだろうとか、なんかそういう、まあ、空想妄想じゃないですか。でそれってそんなバカなありえないっていうことも簡単なんですけど、まず楽しくないですかっていうことを僕は
か言っていて、でかつ楽しいだけじゃなくてちゃんとまあ実利があるものなんじゃないかなということで言っていますね。なるほど、なんかだ本当にさすが東大で出てるだけあって、うん、大学の先生から習ってるみたいな非常に理論としての整然とした説明なんですけど、よくよく聞いてみるとこのお茶がお茶じゃなかったらどうなんだろう、そういう話だって。でも本当になんか遠いところにあるんじゃなくて、今こうどうやって妄想空想してるんですかって目の前にあるもので、はい、まあ、例があるって本当にこう近いところにいろいろヒントはあるっていうことですね。そうなんです、はい、逆に言うとまさにビジネスで求められてることですよね。今我々がある目の前にあるこのお茶が別のものだったらどうしようっていうのが、うん、まさに現実のものをちょっと飛躍させることで、うん、まさにそれがイノベーションの種になるかもしれないっていう、うん、なるほど。どうですか笹さん、今ちなみに田丸さんのお話聞いてみて。いや、もう全く同感ですね、うん、やっぱり空想というとなんか綺麗な感じで、はい、例えば青空にこうヨットが飛んでたみたいなのは空想ですけど、うん、はい、あの自分のね、あの後ろからついてきた老婆が自分の影を食べたみたいのだと妄想っていうか、そういうめちゃめちゃ面白いですね。できそう、もうできそうです、うん、はい、なんかちょっと怪しいものは妄想にカテゴライズされるという、ね、なるほど、はい、それ確かに妄想ってちょっとそういうネガティブなイメージもたまに取られますよね、うん、それ妄想だろうみたいな、はい、うん、そうなんです、妄想癖っていうあの現実に地に足がついてないものみたいなことで片付けられるんですけど、本当にそうですかっていうのはちょっとやっぱり言いたいところですね、はい、なるほどね。お二人はその妄想力発想力っていう意味で言うと昔からちっちゃい頃からこうだったんですか、それともだんだんやっぱりなるようになってきたのか。僕も生まれつきですね。生まれつきだからもう授業中とか生まれつきローバーが影食べるみたいな考えたんですよ。窓見てるとなんか変な UFO 飛んできたりとかそういう妄想ばっかりしてたんで、はい、それで一人でなんか妄想してゲラゲラ笑ったりとか、かなり要注意人物というか、もうでも幼稚園のこうみんなの絵の中でなんか笹さんだけ違う絵描いてそうな、そうですよ ね、 ね、だからたまにこの間なんか新宿駅で笑ってたよねみたいな、一人でニヤニヤしてただろうって見られてね、言われることありますね。あーねー、見られてたかみたいな。ちなみにあの田村さん小さい頃からやっぱりこういう妄想力妄想癖みたいなのあった。そうですね、はい、もうあの自然と僕はですね祖母とか親があのお話を桃太郎とかしてくれた時に、はいはい、途中から勝手に止めてで続きを勝手に作って、すごい英才教育いやあの僕勝手にやるんだって怒られるんですけど、うんうん、でそれで弟とかいとこがゲラゲラ笑ってくれてすごい楽しかったんですよ。ただ僕の場合はその後幼稚園小学校となっていくにつれて、はい、めちゃくちゃ人の目を気にするようになって、あこういうの言っちゃダメなんだ人前でってなったんですよ。なるほど。なので僕人前でどんどん出さない方向に行って、でそれがあの発散できるのが今は作品の中っていう。だからまあそこでちゃんとショートショートの世界でもう妄想が爆発できるからめっちゃハッピーっていう、はい、そうなんです。笹さんはどうですか、そういう意味ではその周りからだんだんこいつちょっとやばいやつだと思うときに、はいはいはい、どうなっていったんですか。うん、そのまんま行きましたね本当に素敵ですね、本当にリスペクト、それそうなりたかった、かっこいいなって思います本当に。いや普通のことができなかったんで、いやだバイト中とかもやっぱり他のこと考えちゃうからなんで皿洗えみたいな怒鳴られながらも、でもやっぱり自分の妄想をなんかこっそり書き留めた、妄想しちゃうともう皿洗いも止まっちゃうんですね。止まっちゃいますね、やっぱりそこでなんか作品書き留めないと一生後悔するんじゃないかなっていう。はお風呂とか入っててもあの本当にいい湯だなと思っててもなんかやっぱひらめいたらもう歩き目ですみたいに飛び出ますからね歩き目ですって言いながら飛び出ます風呂桶から危ねあのそれも僕お二人にお伺いしたかったんですけど、その、ね、ちょっと今日のテーマの一つとしてあの 我々みたいなというか、まあ、少なくとも僕みたいな一般の凡人からするとお二人みたいな発想力ってどうやって出てくるのかっていう興味があって、どういう時に出てくるんですか。今笹さんはお風呂入る時とか、うん、皿洗う時って皿はなあのたまたまバイトの時ですけど、はい、まあ、バイトもだからあんまできなくてですね、でもトイレとか割とリラックスしてる時とかに不意に降ってくる時が多いんで、うん、妄想するぞってなんか机に向かってても出てこない、なんか出ない時もありますね。田丸さんいかがですか。そうですね、僕ももちろん降ってくるっていうところは最後あるんですけど、はい、あのどっちかというと作りに行くみたいなイメージはすごいあって、でそれ具体的に言うといくつかその発想法みたいなのをあの持っていて、まあ、例えば言葉の組み合わせであるとか、まあ、あるいはビジュアルが似ている違うものをひっつけるとか、まあ、そういう、まあ
あ、海酒なんてまさにそうですね。あの海で書きたいっていう、まあ、ルーツが海なんですけど、海で書きたいっていうのが最初にあって、 でも海だけだと僕の場合成り立たなかったので、うん、何と組み合わせようかっていうところを探しているうちにラム酒っていう言葉とたまたま出会ったんですね。たまたま生活の中で、であれ梅酒、あ梅酒だみたいな、梅酒に近いしっていうので出来上がった。なるほどね。佐々さんどうですか、今の田丸さんの発想を聞いて。ああ言葉派なんだなと思いましたね。ダジャレみたいなものから妄想を広げていくタイプなのかなと思いましたね。佐々さんは違うってことですね。いやそういう時もありますけど、だから漠然といきなりイメージが浮かんでくる時もありますね。どっちもありますね。面白いですね。漠然とイメージが浮かぶっていうのが面白いですね。田丸さんは逆にそういうのがない。あります。あのゼロではないんですけどね、うん、まあ、ただやっぱり何かしら僕ビジュアルから発想することが多くて、うん、はい、その言葉もビジュアルとしての言葉から発想することが多いですね。なるほど、ね、なんか浮かんでる時っていうのはある種2人のこう脳内になんかこう VR みたいな、そういう映像が浮かんでるような、うん、そういう感じなんですか。そうですね、うん、割ともう絵が浮かんでるんですね。もっと面白いんですよ。だから自分の短歌よりももっと面白いものが浮かんでるから、それをお裾分けしたいっていうところから始まってますね。はあ面白い。本当は映像とかやりたかったんですよね。そういうこともあったんですね。本当はだから映画監督とかやりたかったですけど、浪人中だったんで、はい、いろいろ勉強しなきゃいけないんで、でもアイデアはどんどん湧いてくる、はいはい、でそれになんとか形にするのに短歌がちょうどよかった。そんな理由その理由で今結構短歌界に先輩巻き起こってるんですか申し訳ないですけどでも短歌に物語性って当時結構嫌がられてたんですけど、うん、今割と許容されつつあるんじゃないですかね。田村さんいかがですか。いやめちゃくちゃ面白い。今短歌に物語性だっていうふうにおっしゃったのがすごい、うん、さっきのあの今パッとあれですけど、はい、アンドロイドのやつで、はい、あの転んでそこにネジがあるっていうあの今すみません それもそらんじられないんですけど、はいはい、なんか物語性を感じたんですよ、はい、なので今ポロッとおっしゃったんですけど、なんかそういうところが僕惹かれたんだろうなっていう、もうパッと見で惹かれた、やっぱ物語が入っているので、うん、面白いのかな、まあ、実際ね佐々さんの作品は NHK で連続ドラマ化されてるっていうことは、うん、はいはい、逆に言うと短歌一個一個にドラマがあるからなるわけですもんね。それで脚本家がその大喜利みたいにして広げていったみたいですね、うん、ストーリー。いやそういう意味でショートショートとすごく近いかなと思うのが、はい、想像の余地があるっていうところで、はいはい、あのショートショートの場合も全部を書き切るわけではないんですよね、はい、で、あの、まあ、現役みたいな形で、うん、その方に読者の方にお渡しをした時に、うん、わっとその方の中で広がりうるものっていうのが、うん、ですよね、はい、なんか今伺って、ね、読者の頭で完成させるんですよ ね、 すよね。あえてだから余白を入れないといけないっていうのはもううん、同じだと思います。なるほどね。そうなんですよ。誰が読んでも同じじゃないんですよ、うん、もう例えばその僕 の、 その海酒という作品は、うん、はい、故郷の海 の、 あの僕の故郷の海を具体的に描いてシーンがあるんです、うん、でもあの読んだ方からいただくお声ですごい嬉しいのが、はい、自分の故郷の海を想像したっていうこと。あなるほど。でも描写としては瀬戸内なんですよ、うん、でもそこがあのできたっていうのがすごく嬉しいなっていうポイントです、うん、面白いな。ありがとうございます。あのさらにちょっとお伺いしたいのが、このね発想力とかあの想像力とか妄想力っていう時に、多分僕とかスナーちゃんとかも、うん、あの我々小さい頃はみんな妄想力があるんだけど、先ほど田丸さんがおっしゃったようにだんだんちゃんとしないかっていう中で妄想力が弱くて、まあ、使わないようになっていくのか、それともあのさ、ね、佐々さんが生まれつき結構自分そういうのやってるっていうように、生まれつきやっぱりそういうのが好きだったり思いついちゃう人とそうじゃない人ってあるんですかね、うん、あの僕もよく、まあ、僕書き方講座っていうのをやっていて、はい、でその小学校からもう本当にシニアの方までやらせてもらってるんですけど、はい、よく言われるのが大人の方が子供の方が柔軟なんでしょって言われるんですよ ね、 なんかそういう偏見ありますよ ね、 イメージありますよね、はい、でもあの全くそんなことはなくって、うん、ただ見た目は硬いように見えるじゃないですか。で僕は常識のヘルメットだっていう表現をしてるんですけど、うん、でそれをかぶってるから一見硬そうなんですよ、はい、でそれをメソッドの力で、外してあげると柔らかさは一緒だと。で次に聞いてくるのは何かっていうと教養なんですよね、うん、で子供の場合はやっぱその読書経験っていうのが割と如実に出やすいんですけど、大人の場合はもう人生そのもの
ものが教養になってきているはずなので、うん、まあ、あのいっぱい書けって言っても難しいかもしれません。そこはやっぱプロとの境目ですけど、一作二作を書いてくださいってなったら柔らかさが一緒で、やっぱりどっちが面白いかというと大人の方が実は面白いんですよ。なるほど。なんかお二人も絶対できます。笹さんいかがですか、どう思われます？あ、僕も全く同じですね。大人の方が実は妄想できるんじゃないかな。大人の方がでもいろんな映画とかだっていっぱい見てますよね、小説だって。だから子供に負けるとはないと思いますけどね、うん、ということはやっぱり田丸さん講座やられてるで、大人がそういうことをやれるぐらいだから、実は我々本当にまさに常識の殻があって普段やらないだけで、大人こそ妄想すれば結構できるっていうことなんですね我々、はい、できます、できると思いますね、はい、やってみましょうかね。まずこの文化放送をどうすればいいか考えましょうか、ね、近いところからね。まずビルがロボットになるみたいな。あ、いいじゃないですか。え、でもそういうことなんです、ところからなんです。文化放送ビルみたいな、うん、いいですね、いいですね。で、某別の曲を破壊するみたいな。合体するかもしれませんね。合体するかもしれないですね、はい、他のそれこそ合併とかけてとか、うん、あー面白いですね。といったところで今日のお話はここまでとさせてください。いいとこだったのに。まあいやいやいや、来週もショートショート作家の田丸雅智さんと歌人の笹公人さんと一緒にこのお話の続きをしますから、まあ、ぜひ来てくださいよ。いやもう絶対来ますよ。ちなみに時間は来週も月曜夜7時にお待ちしております。じゃあ今日は失礼します。ありがとうございました。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。妄想力のすすめというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで今日お越しの田丸雅智さんの本のご紹介です。たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショートショート講座増補真相版がウェーブ出版から発売中です。ぜひお手に取ってご覧ください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が53万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ妄想力のすすめ、出演はお客様ショートショート作家田丸雅智、歌人笹公人、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。